はい、どうも、とわこです。これが噂のバックパックバトルっすな。なんか周囲で何人かハマってるんですけれども、僕が話しかけても何も言わずに、ずーっとノートパソコン片手にこれを遊び続けてて、なんか怖って思ってます。人をダメにするゲームかもしれません。そんなゲームに気軽に手を出してもいいんでしょうか。まあ、どうにかなるでしょう。なんか、全然教えてもらったとかじゃなくて、なんか概要だけバーって聞いただけで、全然ゲームの内容は知らないので、まあ、雰囲気で始めていこうかなと思います。あ、ちなみになんか製品版じゃないんやって、まだ。まだ製品版出てなくて、体験版らしくて、体験版の段階でこんな流行ってるの、このゲーム。製品版が出たらどうなっちゃうの？ああ、すごい、キャラが2人しかおれへん。2人しかおれへんし、頭身がおかしい。じゃあ、いや、もう僕はレンジャーでいきましょう。Y レンジャー、出陣。これ何が違うの？ランクなしモード、ランクモード？ん？ランクモードでいいのかな？わかんない。行ってみよう。ショップのアイテムはインベントリにドラッグすれば購入できるよ。うん。まあ、なんか、要はこの、カバンの中にうまいことアイテムを詰め込んで自分を強化しながら、対戦していくみたいな。対戦相手はコンピューターらしいんですけど、まあ実際にこのゲームをやっている人の、なんていうかこのカバンの中が再現されて、それが CPU として、敵として出てくるみたいな感じっぽいね。ああ、はいはいはい。あ、ここで買い物をもっと見る。もっと見るのに金取んの？あとすげえ笑ってる。なさすぎ。スタミナ消費なさすぎ。笑うた。アイテムボックスに保管。はあ。売却。あ、撃ったにもできんねや。はあ。命中率 5% アップの幸運のクローバーと、あとバナナしか持ってない。俺、このまま戦闘に行ったらどうなの？今。俺武器持ってなくない？いっぺん行ってみるか。このままこれ戦闘に行ったらどうなの？ああ、理解した上で進むわ。理解、もうすべて、あえてすべて理解した上で旅に出てみよう。よし。はい、すいません。僕は無抵抗主義。バナナを食べます。僕はバナナを食べます。バナナを、僕はバナナを食べます。何ですか？バナナ食べてるだけじゃないですか。なぜバナナを食べているだけの僕を。ひどいや。というわけで最初からやり直します。やっぱ武器持ってないんや、この状態。この状態に武器持ってないから。バナナを、クローバー眺めながらバナナ食うしかやることない。バナナなんなん？回復してないですか？ああ、なるほどね。ああ、はい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 。一定時間ごとにこのカバンの中にあるアイテムが発動してって感じか。ああ、でも、このクローバーは一定時間ごとじゃなくて、かな？持ってるだけで効果があるやつとか、一定時間ごとに発動するやつとか。じゃあ武器持ってないとそもそも敵に攻撃をすることができないんだ。星のついた武器にダメージを1追加。星のついた武器ってなんだい？なんだい？何を言ってるんだい？まあ、とりあえず今12円しか持ってないのよな。ほうき武器やん。ほうき武器なんや。え？武器1個しかなくない？これ。お店に。ブルーベリー。雫を1獲得。雫が10以上解き、代わりに幸運を1獲得。魔法アイテムを消費するのに必要。あ、マナなんや。へえ、魔法使いになりたーい。魔法使いになりたーい。なりたいけど、でも魔法の武器がないよってことやよな。今後のこと考えて買っといた方がいいのか。まあ、もう武器これしかないから。ほうき買うしかない。ほうき買うしかない。バナナが邪魔で、ああ、まあまあ、こうやって整理整頓をしなさいよってことやな。うん。あ、ちょっと待って、このほうき、マナが1以上ある場合、35% の確率で、目くらまし1付与。あ、なんか、ややこしいな。あ、なんていうのがあんねや。まあ、こうして、じゃあ、ブルーベリーも買おうよ。星がついた別種の食べ物一つごとに使用速度 10% アップ。星、ああ、そういうこと。この周り、この選んだ時にこの出てくる星のこと。つまり、隣に置けってことか。じゃあ、これとこれ組み合わせたら、おう。で、バナナは、バナナ以外の食べ物と合体させると 10% 速くなるから、食い物同士でこう、ガンガンに並べて組み合わせていくことにで相乗効果が発動するんや。はい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 。なるほどね。で、これでまあ、マナ。さらに、クローバー一つごとにクリティカル率も上がっていく。いいじゃない。いいじゃない。あ、さらにこれ、砥石。星のついた武器一つごとにダメージ1追加。
いいじゃない。あー、なるほど。これは逆にダメージを確率で防いでくれる。いやー、ダメージでしょ。こうですよ。すまん、もうちょっとすいません。ほんまに戦いってやっぱ火力なんで、すいません。これ今自分の攻撃力がどれぐらいなんかっていうのをステータスで見たりはできるのかな。もう一個一個これ見て確認するしかないのか。1.8 秒ごとに2から4のダメージ、スタミナ消費量は 0.9 秒ごとに 1.5、 命中率 95% で、ブルーベリー君がマナを 3.5 秒に1回生んでくれるから、マナが溜まるごとに 35% の確率で相手に、目くらましを付与。わかんなくなってきた。いきます。わかんなくなってきました。大丈夫だと思います。よろしくお願いします、チポポタスさん。お、なんかフライパンで、フライパンで殴ってくる。そして俺は、そして俺はほうきで殴っている。あー、相手に目くらましかかってるぞ。いいよ、これ命中率が、あ、でもちょっと待てよ、疲労が溜まってきた。負けた。おい、負けたやないか。負けたやないか。なんじゃ、なんやねん、世の中どうなってんねん。あ、フライパン、お、フライパンダメージでか。そうか、単純にダメージ差で負けたか。これ何。すごい、日本語じゃない、日本語じゃないから分かれへん。クローバーの位置こっちにずらしてさ、でこれ買ってこうすることによって、この砥石が上と下のほうきと剣にそれぞれに攻撃力を1足してくれてるってことじゃないの。それっていいことじゃないの。幸せなことじゃないの。あとこれどうしよう。あ、もうめんどくさい。いや、もっと見る。お金を払えば、お、あれ、これ、あ、カバン増えるじゃないですか。めっちゃいいじゃん。いや、でもカバン増やしたいけどさ、別にこれあのラインナップ次の戦いになっても変わってないよね。この砥石もう一個来たから、この砥石2個重ねることによって、これ攻撃力が2ずつ上がったってことやろ。最強じゃない。負けます、これ。もう負けがなくない。スタミナ消費が多いになっちゃったな。そっか、スタミナ5しかないにもかかわらず武器の数が単純に増えたから。そうか、武器を振ることにスタミナを使っちゃうってことやもんな、これって。つまり、それってつまり、つまりスタミナって上げれないんすか。勝たないとダメかな。勝ってないからダメなのかな。レシピってなんだ、なんだこれ。なんか一つかみの砂で目くらましを。まあもうええか。いや、いいやろ、火力上がったから、まあまあまあ勝てんじゃない。どうにかなるっしょ、どうにかなるっしょ。あの、なんか防具持ってる。いや、防具強いな。でもやっぱ武器が2個あるから、あ、もうこれはいける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 。もう物量で、ああ、なんかやばい、盾が発動してんのが見える。ああ、でもさすがにやっぱ攻撃っすね。武器の数っすよ、す、武器の数っす、戦いは。で、え、なんか育ったんですけど。何、なんか育った、え、英雄の剣になっちゃった。あ、なんかそういうのがあるんや。ああ、そっか、これでスタミナ、攻撃力が上がったのかな。で、星のついた武器にダメージを2追加。え、こいつ自体が砥石の効果を得たってこと？強っ。なら、ほうきにもいい効果与えつつ、なんか、ニンニクが良さげだね。もっと見る。カバン追加したいな。あ、木の剣がまた来た。あ、砥石もまた来た。砥石ここでまた来るの熱いな。よし。こいつ、ロングソードまだ成長の余地持たせてる。よしよしよし、砥石の力で。いいんじゃない？てか、なんか強くね？なんか強いと思う。あ、間違えてもっと見ちゃった。間違えてもっと見ちゃいました。違うんす。バックパックのスロットに中のアイテムの使用速度が 10% 速い。マジかー。じゃあ俺戦闘開始したかって。間違えたんやねん。間違えたんやねん。まあでも、え、なんか向こうの人スタミナが1多くね？なんで？スタミナが1多くてなんかずるいな。なんか、タコ殴りにしてない？オッケー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 。やっぱ武器だわ。
お、ダガー来たぞ。でも、どうなの？もうさすがに、あ、でもこれスタミナ消費量ゼロやぞ。ゼロスタミナ消費量ゼロ。いいんですか、そんなことがあっても。しかも、砥石も来たやん。あ、でもこれ、砥石とダガー両方買うことできへんな。まあでも、英雄のロングソードにしたい。俺、英雄のロングソードにしてえわ。バックパックバトルを始めます。まあ、やっぱ、今んとこ、なんか強そう。なんか向こう強そうじゃない？卑怯じゃない？こちら剣一本とほうき一本ですよ。あ、でもやっぱ武器の砥石の力、やっぱ武器を育てておいたっていうその心のゆとり、優しさ、勝ってるわ。めっちゃ勝ってる。そしてはい、ロングソード強い。星のついた武器にダメージ4追加。強っ。スタミナ消費量が激しいのよな。ニンニクもう一個買うか。こうしてこうして、ニンニクここにこうやって置いたら、はい、このブルーベリーとニンニクがこうええ感じで重なり合うことによって、このブルーベリーとバナナはそれぞれ左右からのニンニクの力を得て20% 消費が、スタミナ消費が多い状態が続いてるのよな。これ以上武器買えないっすね。もっと見よ。なやお前、アイテムの使用速度 20% アップ。うわスピアかー。スピアいいなー。ほうき強くしたいんやけど、ほうきってどうやったら強くなるやろ。レシピって見られへんもんなちょっと待って。よく見たらなんか、スライムをよりよく、よりすごくできる何かが。何かの影が。ほうきの強化系っぽいよな、この辺。スピアは縦4本。まあ、いけるけど、スタミナ消費的に、もう、ちょっと、限界来てますね。完全に。スタミナを上げる方法がわからん。あ、取り置きとかできるんや。へえ、なるほど。これ、次も、解いといてくれっていう時は、取り置きをすればいいんやな。さあ、どうだ？どうなんだろう、これ。負けてるかな？体力は増えてるな。増えてるけど。スタミナ消費やっぱ重たいか。でも、武器強バックパックどうのこうのとかじゃなくて武器強お、何これ。受けるダメージを3秒間 25% ダウン。うわ、防具か。バトル開始時。アーマー45。ついにおい。お、ショップ、会員カード。ショップのアイテムが一新されるため、アイテム1個のレア度を上げる。あー、なんか良さそうやな。何これ。星のついたアイテムの使用速度が 5% 速くなる。最大 40% まで。対戦相手から幸運を1除去。あー、なんかそういう嫌がらせみたいなもんで。うわー、てかこいつの星の付け方面白。右側に広がっていく感じなんや。ちょっとこれ取り置きしといて。だが、リジェネか。リジェネいいな。いや、もうスタミナ消費的にこれ以上俺どうしようもできねえんだが。それか、そろそろほうき捨てるか。ほうきをあまりにも活かせてない。ダガーとかにするか。これでスタミナ消費減るし。まあ、アーマー来たし、いけるやろ。だって俺アーマー来たもん。アーマー来た俺が負けることある？あ、これやっぱなんか、なんか意味わからんのいっぱいつけてる。でもやっぱ、アーマー着てるから。実質 HP が45ぐらい多い計算やから。よしよし。もうこれは、このアーマーのゆとり分で勝ち切る。疲労が溜まってきた。疲労っていうのがよくわからんのよな。まあ、リジェネの回復、疲労ダメージ？え？なんか、なんやろこれ。時間かかりすぎた時に、両方に、ダメージがかかるって感じなんかな。あれか、多分お互い HP 固めすぎたりとか、お互い攻撃力が低すぎてお互いにダメージを与えられるみたいな時に、一定以上のターンが経過したらこう強制的にダメージみたいな感じかな。なんか光ってるんですけど。ほう。星のついた自然アイテム一つごとに毒を受けなくなる確率が 5% アップ。毒か。あー、でも毒いいなー。相手に毒かけてーよ、俺。毒で殺してー。相手を毒で殺してーなー。
お、スタミナ最大値1アップ。え、これ強すぎへん？この 5% 速くなるやつ絶対強いと思うよな。よいしょ。まあ、うん、こうしとくか。この 5% 加速のやつと、あと、ね、若干まだお金が、あ、ハンマーね。ハンマーいいね。でかっ。バックパックの中の使用アイテムが 5% アップ。どんぐりの首飾り。まあ、この 5% 速くなったのでどれだけ強くなってるかやな。いい加減武器が弱いのはちょっと気になる。やけれどもさ、 5% ずつ速くなっていって、切って相手を切ってとにかく、あ、毒すげえ毒貯められてる。いや、でもいける。 H、 あー、なんかすごい回復したすごい相手めっちゃ回復したすごい、そんなことできるの。いや、やっぱ毒っすよ時代は。マジでライトセーバーえ、何、夢見てる俺。ライトセーバーすごいですね。 すごいですね。ほい、ライトセーバー、しかもこれスタミナ消費悪くないぞマジかよ。もっと見と、わー、上たる剣。上鶴か。上鶴いいなー。ちょっと取り置き。先生、上鶴取り置きしといてもらっていいですか。で、あー、ポーションね。多分、そう、ポーションとかやっぱ武器だけじゃ勝てなくなっていくんやろうなー。そろそろバナナじゃねえっていう感じあるもんな。これで勝てない。ひえ、なんか勝ってる。動物を飼ってるこれでライト、あ、ライトセーバーがやっぱ火力高いね。火力ありますね。いや、でも毒が痛いな。毒が痛いけど、まあやっぱライトセー、ライトセーバー、ライトセーバーありがとう強いぞライトセーバー。お、優美なるレイピア。いや、いいね、優美なるレイピア、いいね、優美なるレイピア、いいね。ナマス縦4か。んー、やっぱ優美なるレイピアかな。優美なるレイピアだったかなって気がしてきました。僕も。いや、やっぱり優美なるレイピアじゃない？あ、でも、スタミナ消費が。結構スタミナ消費がシャリになってない状態になった。確かにライトセーバーと優美なるレイピアはやっぱ、そうか。ライトセーバー一回出す？一回出して、はい、うん、で、こう、おー、いいんじゃないですか。これな、アリスイがね、あー、ちょっと待ってよ、これ、こいつをこう一個上に上げられたら、OKOKOK、レイピアにも対応する。さて、見してもらおうか、レイピアの力を。純粋に火力上がってるから、まあ多分相手の HP はガリガリ削っていってくれるはず。ガリガリ削っていくねレイピア刺さるね痛い、どう、痛いですか。ご感想お待ちしております。痛いって、え、ちょっとレイピアゲーじゃないこれ。レイピアゲーだわ。すんごい毒当てられたけど、あ、しかもここに来てブルーベリーがもう一個来た。ありがてえぞ、ありがてえぞ。リジェネも欲しいけど、いや、これはちょっとリジェネを一回出して、ブルーベリーをもう一つ。うわ、何これ強い。ヒーローポーション。スタミナがなくなった時にこのアイテムを消費し、スタミナを2回復。リジェネ1と、武器によるダメージを1増やす。強くない？だから、こうして、こうして、こいつを1段、ずらして、で、はい。で、こいつは、ポーション、ポーションがもう一個あったら、そいつをさらに活かす能力みたいなのもあるらしいので、ポーションをもう一個ちょっと手に入れることが今後あれば、笑顔になれるなって。え、弓矢強っ！遠距離武器。次の攻撃が2回ヒット。取り置き。一回回そう。あ、ポーション来た。このアイテムを消費して体力を15変換。
シールドを30。味？え、だってさ、これ、シールドを20獲得した時に発動、このアイテムを消費して体力を15。変換し、シールドを30にするでしょ？で、俺って始まった瞬間にシールド45手に入れるから、つまりこれ開始時点でいきなりこいつ発動すんのよ。発動して、で、さらにヒーローポーションの効果で、このポーションなくならずに効果だけ発動するから、え？ってことはこいつが2回発動するから、ん？ 2 回発動すんのか？これシールドめちゃめちゃ溜まった状態からスタートせん、これ。え、わからん。ちょっと1回やってみるか。ちょっと、わかんない。これ、シールドめっちゃたまらん開始。お、75! つえなくなった。え、俺何された。え、俺は何をされた。一体俺は何をされた。え、なくなったんですけど、シールド。何こいつ。あ、武器強っ。おわ、武器がお強い。武器がお強いですね。あー、もう武器で負けてるわ。よく見たらレイピア命中率 60% しかないじゃないか。だから幸運が大事になってくんねんな。幸運が1個つくごとに 5% 命中率アップやから。ちょっとライトセーバーを信じるか。俺ライトセーバーを信じてみようと思う。よし。なんか相手見てる感じ、そんなめちゃくちゃ負けてる感じもないねんけどな。さあどうだ、今んとこダメージレース勝ってるっぽいけど、やっぱ当たってるとでかいっすね。当たっているといいな。当たっていると相手の HP がガンガン減ってく。外れてたんやろな。んー、ちょこちょこと負け方。よし、あと2勝あと2回負けるまでの間にあと2勝すればいい。ずっとこれ取り置きしてる。いいです、大丈夫です。はー、なるほど、吸血系ね。バトル開始時、吸血、はあはあはあ、血を吸う。まあ、もう幸運切るか。幸運切って俺血吸って生きてくわ。あ、なんかこれと合体したぞ。吸血のアーマー。じゃあ次の戦いでこれが吸血のアーマーになるらしいです。あの、もうすぐ戦いが終わろうとしています。今ですか。今なんですね。どうなんやろうな。うわー、なんかすごいカバンの人や。すごい、ドラゴン飼ってる。かわいい、かわいい。すごい、勝てない。いや、勝ってる。あれ、なんか勝ってる。なんでだ、なんか勝ってる。あ、でもなんか HP が減らないね。どういうことなんやろ。 HP が減れへん。 なんか何が発動してんねやろ。ドラゴンか。あー、すげえ、負けた。まあ、なんかもうカバン見た瞬間に勝てる気がしない。なんだよこのカバン、どんだけバナナ食ってんだこいつ。おー、吸血いいですね。バトル開始、体力30を減らして60のアーマーにする。吸血を2獲得。へえ、なんだこれ。魔人のランプ。なんか良さそう。はあ、あ、すごい、なんか、へえ、いろんな効果があってすごいと思った。盾みたいなのいるんかな。盾持ってないもんな。これでも6やで、6。そんなスペースないで。すいません、ありました。なんか工夫したら工夫したらいけました。スラバート、アイテムが、ああ、5回発動するたびに体力11回復。11回復？こいつでかかったんや。君そんなにでかかったのかい？早く言ってよ。アイテム5回発動するたびにやから、じゃあ、食べ物の周りとかにこいつ置いといたら結構な勢いで HP 回復していくってことか。マジか。もっと早く知りたかったな、それ。まあもう、ちょっと、無理や、これ以上。俺これ以上は無理だ。ああ、なんか向こうのスライム、スライムや。え、すごいすごいすごい、なんかめっちゃバフかかってる。すげえ。あと、なんか知らんけど俺のシールド100個が超えてる。何なんかお互い死なねん、お互い死なへん。なんだ俺たち、ね、何が起きてんだ俺たち。
アーマーがすごすぎる。あ、こいつか。吸血のアーマーが HP をアーマーにガンガン変換してるんか。はあ、負けたわ。でもこれくそー、なるほどな、なるほどなるほど、面白い、なるほど、面白いわ。